ブレニム飛行するブレニムマーク IL1295 号機ブレニムはブリストル社が開発し第二次世界大戦初期にイギリス空軍で運用された創発系爆撃機名称のブレニムはドイツの地名ブリントハイムの英語圏における故障であるブレニムはドイツ語ではブレンハイムと呼ばれるブレニムの原型機は高速旅客機として開発されたブリストル142で 1935年に初飛行した。この機体は全金属製、単用、引っ込め足という近代的な構造の上、当時のイギリスのどの戦闘機よりも高速であった。イギリス空軍はブリストル142をベースにした爆撃機の開発をブリストル社に指示し、試作機なしにブレニムマーク、i として採用した。最初の量産機が部隊に配備されたのは、 1936年末である。第二次世界大戦開戦時には、イギリス空軍の主力系爆撃機として、主に地中海、アフリカ方面に配備されていた。大戦時には、戦闘機に対する速度的な優位さはなく、また防御武装が貧弱であったため損害が増大したが、軽快な運動性を生かして後継機である、ダグラス・ボストンや、 デハビランドモスキートが配備されるまで各戦線で活躍した。また、爆撃機としてだけでなく重戦闘機、夜間戦闘機、偵察哨戒機としても使用された。カナダでライセンス生産されたボーリングブローク626機を含め約5000機が生産された。また、フィンランド、ユーゴスラビア、トルコ等にも輸出された。植民地のシンガポールに配備された。 ブレニムマーク、アイゲンとなったブリストル142は、イギリスの新聞王だったロザーミア教が、欧州一早い旅客機をブリストル社に発注したことにより開発された。試作機は1935年4月に初飛行し、抜群の性能を示した。特に速度性能は当時としては驚異的なもので、テスト飛行中に時速 498km を記録した。 この機体はブリテンファーストと名付けられた。ロザーミア・今日はこれを空軍に寄贈し、空軍ではブリストル社と協議した結果本機を爆撃機として採用し、1935年8月に150機の発注を行った。最初の型であるマーク・アイは1936年末から部隊配備が開始され、1937年末には16個の飛行隊に配備された。 そして、1938年から順次海外に送られ、第二次世界大戦開戦時には、大半のマーク・アイが地中海、アフリカ方面に配備されていた。1938年9月には、マーク・アイを重戦闘機に回収した、ブレニムマーク・ホーが、部隊に引き渡され、1939年頃には、イギリス本国の沿岸軍団に7個飛行隊が、 配備された。しかし、1939年になった頃には、速度的な優位性は薄れ、爆弾搭載量の少なさ、貧弱な防御武装など欠点が目立ってきた。そこで、エンジンと武装を強化した、ブレニムマーク4が開発された。マーク IF はブローニング7 7ト、mm、ル機関14門を、収めたガンパックとレーダーを装備した、夜間戦闘機に転用され、 バトルオブブリテンに参加した。1940年6月にはドイツ爆撃機による夜間空襲で接敵できることを証明し、7月には撃墜にも成功した。マーク4は第二次世界大戦開戦時に爆撃機型と戦闘機型が10個の飛行隊に配備されていた。その後、ヨーロッパ、地中海、アフリカ、アジアの 各戦線に配備され様々な任務に就いた。ブレニムは第二次世界大戦時に初めてドイツの領空内で活動を行った機体だった。また、イギリス空軍の爆撃隊による最初のドイツ艦隊攻撃に参加した。極東戦線の初戦ではその多くが日本軍機に撃墜、地上撃破された上にマレー作戦では数機が露獲されたものの 本機が、胴体上部に装備した銃刀は、当時まだ大爆撃機戦に不慣れであった、日本軍戦闘機に対しては大変有効であり、加藤春戦闘隊こと飛行第64戦隊を、率いていた、加藤武雄中佐登場の一式戦闘機、春を撃墜したことでも知られている。ヨーロッパ戦線では1942年8月に、後継機である、ダグラス・ボストンや、 デハビランドモスキートと交代した。日本軍と対峙したインドビルマ戦線では1943年10月まで使用されていた。比較的小型の爆撃機ではあるが、その運動性や航続性能から大規模な作戦にも投入された。顕著なのが1942年に行われたブレーメンに対する戦機爆撃で、この作戦には、 予備機含め0 67機が投入され、ウェリントン472機、ハリファックス124機、ランカスター96機、ショートスターリング69機、ハムデン50機、ホイットレイ50機、ボストン24機、マンチェスター10機、モスキート10機が加えられ、ブレニムは51機が出撃している。なお、他にも空軍沿岸警備隊のハドソン50機、 空軍内の陸軍司令部が装備するウェリントン52機も追加された。その中でブレニムはブレーメンにある航空機製造工場や潜水艦のエンジンの生産ラインを爆撃している。日本軍も完全な状態の機体を数キロ隠したが、性能に劣ることもあり作戦活動には使用しなかった。原型機ブリストル142の主翼を重翼にし、胴体に爆弾層、 背面に全周車会を持つボールトンポール射程の 7.7mm 連装機銃等を設けた。武装したことにより重量が増加し、原型機ほどの高速性能は得られなかった。後の方に比べ機種が短い。胴体下面に操縦手が用いる固定機銃を追加装備した機体もあった。また、夜間戦闘用のレーダーのテスト用にも使用された。 三面図透明風防で覆われた機種が延長され、右側に後方試験爆撃種が登場。左側上部は操縦席からの視界確保のため、えぐれたような形状になっている。エンジンをより出力の高いブリストルマーキュリー15に乾燥し、主翼内に燃料タンクを増設した。また武装もマーク、イに比べて強化された。中期中のブレニムマーク4マーク。 フォーの後方の広報火力を強化した方。しかし、エンジンの出力が低いものに換装された上、機体重量が増加したため、性能はマーク、方より悪くなってしまった。主に、アフリカ戦線で使用されたが、短期間で退役した。ありがとうございます。